シタンは、マメカツルサイカ地族ダルバーグアのうち、名木として利用される数種の木元の総称である。古来日本にシタンとして輸入されてきた名木は2種、ありである。このシタンは、コクタ,ンタガヤ屋山と共に、東木三大名木とされる。現在では、この他にもいくつかの種がシタンとされ、最も抗議のシタンは、ツルサイカ地族を含む、数族に分散する。ただし、 シタンをツルサイカチ族に限定すべき、あるいはツルサイカチ族とインドカリン族テロカーペスに限定すべきだという意見もあり、ツルサイカチ族、インドカリン族以外をシタン系とする語法もある。複数種の総称としてのシタンは学術的な用語ではないが、シタンを総称とせず特定の種の和名とすることもある。ただしその種は一定せずのいずれかとされる。死胆は ローズウッドの訳語でもある。ローズウッドも、シタン同様に曖昧な言葉だが、トゥルーローズウッドは、ツルサイカチ族のいくつかの種であるとされる。中国語では、シタンは、インドカリン族のいくつかの種、特にカリンテロカーペスインデカスのことである。ただし、日本のシタンにあたるのはこれではなく、コウマユミで、ツルサイカチ族のいくつかの種、特にダルバーグアフペアナのことである。 丸橋ンのチェスゴマ。熱帯産の固く重い樹種で、三大倒木の一つである。芯材は重厚で緻密。基幹比重は0.821.09。がって、水に沈むものもある。赤み帯びた木肌で、赤褐色から黒色の縞模様があり、色調はかなり変化に富んでいる。木煮は交錯し、肌目もやや荒々。重刀なため、乾燥。 加工性にやや難があるが、美しい仕上がりが得られる。虫や菌に侵され、憎く、耐久性は極めて優れている。材に、かすかなバラの方向がするものが多く、ローズウッドと呼ばれる。加工過程では、粉塵が出るためその方向はよりはっきりと感じられる。その木材は、名木として、古くからよく知られ、古くから工芸材料として利用されている。 また、小燥インフォームツの倒木細工でも多く見られる。家具、仏壇、仏具、床柱、床がまち、装飾、楽器、ブラシの柄などに使われ、特にエレキギターの指板材としては最も人気がある。シシタン、シタンとされることのある種は、以下の通りである。ツルサイカチ属ダルバーグはには150から200種が属すが、その大半はツルセの総本であり、 名木級の溶剤を算するのは20から30種である。中でも、ケランジー、マルバシタンの内インドローズ、ココボロは、希少で、市場価値が高く、特に、本シタンと総称される。シタンと呼ばれる種がいくつかあるが、シタンをツルカイサチ族に限定する場合は除外される。系統的には、ツルカイサチ族に特に禁煙ではない。シタン族とも呼ばれるが、誤りとする主張もある。 この4種は、シタンの代用材としてよく使われ、シタンとして流通することもあったが、2012年以降の日本の仏壇用途では、シタンとは表示できず、シタン系等となる。つるさい価値属に近縁なものから順に並べる。ありがとうございます。